こんにちは、神田です。今日は、レノファと対戦する大宮についてお伝えしようと思います。大宮の順位は、えー、0勝3分け4敗、得点7、失点14の22位です。 で今シーズンのね、大宮は、第5節までは、4123の、ワ、え、ン、ー、アンカーのね、形のシステムでしたが、第6節の、えー、徳島戦以降は、4213に、えー、変更して、まあ、ダブルボランチをね、置く形に、えー、してきています。 で大宮はね、去年同様に、こう全体を押し上げて、こう前からね、アグレッシブにプレースをかけて、ボールをね、取りに来て、まあショートカウンターを狙いつつ、ダメなら、えー、サイドに散らして、えー、サイド攻撃をね、してきます。特に左サイドの攻撃、コンビネーションがいいので、まあそこから川田選手に、えー、クロスを上げて、 供給してきます。で、大宮はハイプレースをかけてくるんですけども、こう、どこからハイプレースをかけるのか、何分までハイプレースをかけて、何分から一旦ね、引いて守っていくのか、まあ足が止まる時間帯になってくると、前線の選手はプレースに行くけど、えー、後方のね、 選手は、えー、プレースせずに、まあ、ついてこないと言ったらいいのかな。そういうことも大宮があるので、まあ、ゲームプランがかうまくね、こう、立てれてないような気がします。それが原因かはわかりませんが、徳島戦、えー、町田戦は前半15分以内に、えー、先制点をね、奪われているんですよね。 で、大宮が早々にね、失点するときは、こう、ビルドアップにこだわって、繋ごう、繋ごうという意識があるときに限って、えー、開始早々に、えー、失点をしています。で、レノファはね、こう、大宮が試合開始早々から、ビルドアップしてきたら、できるだけ高い位置から、こう、連動して、プレスをかけ、ボールをね、奪って、 すぐにね、ボールを動かして、こう、大宮のゴール前にね、向かって欲しいです。できるだけ、大宮の陣地内でボールを奪うようにするために、まあ、レノファのスリートップの選手が、大宮のビルドアップのね、スタートする地点に向けて、一気にね、プレスをかけに行く。前に持ち運ばせないように、 パスを出したところに対しても、二度、三度用していき、大宮の選手を、こう、前をね、向かせないようにさせたい。で、大宮からすると、そのプレスはね、かなり嫌がると思いますし、大宮の両サイドで、レナファがね、しっかりはめれれば、得点のね、できる可能性が高くなると思うので、 これはね、えー、徹底的にやってほしいですで。大宮が前にね、ボールをうまく持ち出すことができたとしても、こう、ボールをね、持ち運ぶことに、大宮が人数をかけているので、まあ、サイドからいい攻撃、いいクロスが入ってきても、 えー、レノファのね、ペナルティーエリア内に、まあ、田選手しか入ってこないことが多いので、まずはね、えー、サイドからの攻撃された時は、まあ、田選手から目を離さないように、えー、しっかりね、マークをついてほしいです。で、大宮の、えー、縦パスに、レノファの選手が、まあ、狙いを定めて、こう、積極的にね、パスカットをね、狙っていってもいいんじゃないのかなと、えー、思います。 で、特にね、大宮の、えー、右サイドがあまりね、機能していないことが多いので、大宮の右サイドに、えー、レノハの選手がしっかり寄せて、幅を狭くさせて、まあ、追い込んでいくことを、えー、したいなと。そこでボールを奪えたら、すぐさまね、 えー、縦に突破してもいいですし、えー、逆サイドに展開して、シュート、えー、クロスをしていくっていう、まあ、こういうね、シンプルな攻撃をして、大宮の守備をね、崩していきたいです。まあ、ですけどね、まあ、大宮が、えー、ビルドアップをね、してこない場合もあります。で、その時は、まあ、大宮は、ボールをね、なげないと思ったら、 対角にいる、えー、芝山選手、えー、矢島選手をめがけて、ロングボールをね、入れてきます。その瞬間に、大宮がディフェンスラインを上げてきて、相手がね、ロングボールをクリアした後に、まあ中盤と、えー、ディフェンスラインをね、コンパクトに、えー、保つことを意識しているので、まあオフサイドにね、かかる可能性があるので、まあレノファはね、えー、そこをね、気をつけてほしいなと思います。 で、まあ、先ほども言いましたけども、大宮は、えー、左サイドがね、こう、有効的に、えー、使ってきます。で、芝山選手の後ろに、1メートルから2メートル後ろに、小野選手が、えー、常にね、こう、サポート、 役として、ええー、いるので、まあ相手選手の、まあクリアーが、まあ中途半端になったボールを拾って、ええー、パスをつないだり、クロスを入れたりしてくるので、レノファはね、芝山選手をマークするのももちろんなんですけども、まあ小野選手のポジションを気にしながらね、ええー、守備をしてほしいなと思います。で、レノファのね、攻撃は、サイド攻撃をね、中心に、 えー、攻めてくると思うんですけども、まあ、どれだけね、大宮のバイタルエリアに、えー、人数をかけて、勝負ね、えー、仕掛けていけるか、だと思います。で、レノファはね、こう、いい攻撃の形は作れてるので、あとはね、どれだけ人数をかけて、リスク背負って攻撃がね、できるかなと思います。ラストパス、えー、クロス、 フィニッシュのね、精度を上げて、このね、大宮戦を、ぜひともね、えー、勝ってほしいなと思います。まあ、あとはですね、ほんと、大宮に関してなんですけども、本当、強度の部分で、えー、レノファが上回ること、えー、そしてね、セカンドボールの回収率を、やっぱ上回っていけば、 え、必ず、えっと、レノファのペースになると思いますので、そこはね、え、まあ苦しい時間帯が、レノファの場合、続くかもしれませんが、そこのね、回収率を上げていって、できれば、本当先ほども言いましたけども、素早い、え、展開で、え、前に前にとね、押し進んでいって、え、人数かけてですね、攻撃の形を作っていけば、本当 シュートチャンス、えー、得点できる可能性が増えていくと思うので、そこはね、本当全体、えー、スタメンで出る選手は特にね、意識して、えー、戦ってほしいなと思います。大宮がね、非常に、えー、勝ててなくて苦しい状況かもしれませんが、逆にね、本当に、えー、割り切って、えー、戦ってくる可能性があるので、ここでね、本当レノファやられないように、えー、ホームできっちり勝って、 本当、勝ち点3をね、えー、ぜひとも奪って欲しいなと思います。えー、最後までね、えー、動画の方をいつも見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。